マジシャンの新しい啓士です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに目の前で生でマジックってご覧になったことありますか？何度かあります。ちなみにその時ってどんな感じのマジックでした？あ、なんか手の中でこう玉が吠えたりとか。なるほど、はいはい。なんか何やろな、1000円が1万円に変わったとか。夢がありますね。最近、ちょうど最近見ました、はい、一緒に。あ、そうですか、はい。まあ、トランプとかですよね。最初はですね、ちょっと携帯の最近開発されたすごいアプリがあって、そのアプリを使ってマジックをお見せしたいんです。僕やってるのがちょっと特殊なマジックで、今日はですね、携帯のちょっとアプリを使ったマジックをちょっとお見せしたいんですけども、スマホのアプリを使ってマジックをお見せしたいんですけど、お姉さんの簡単な情報を打ち込むといろんなことが分かるんですけど、まずご自身にとってなんとなくこうパッと思い浮かぶ大切な人、もしくはまあ今パッと思い浮かぶ人でもいいので、一人ね、名前というか人物を決めてほしいんです、頭の中で。はい、決まりました。はい、いいですか。はい、お姉さんにとって大切な人、もしくはもうパッと頭で浮かぶ人、一人決めてほしいんです、頭の中で。で、まあ、できれば、僕が SNS とかで調べても出てこない人 で、まあ、お友達の方も知らないような人、一人ちょっと思い浮かべてほしいんですけど、はい、で決まったら決まったよと。決まりました。いいですか。一、はい、人パッと思い浮かぶ人いました。はい、OK です。このアプリに、個人情報、まあ、簡単な個人情報を打ち込むと思い浮かべてる人が分かるっていうマジックなんですけど、はい、なので、お一人どちらか手伝っていただきたいんですけど、もし手伝ってもいいよという方いらっしゃったら。いいですか。はい、じゃあ、頭の中でパッと思い浮かぶ人、頭の中で、まあ、自分にとって大切な人とかご友人とか誰でもいいんで、一人パッと決めていただいて、いいですか。はい、では、お兄さんの個人情報、身長をまず教えてもらっていいですか。173ですね。173。身長を教えてもらっていいですか。身長158ですね。はい、158。身長を教えてもらっていいですか。155です。155。血液型は A です。 A ですね。はい。A。はい。あと最後に誕生日いいですか。は2月11日。2月11。はい。2月11。OK です。血液型もいいですか。は O 型です。O 型。はい。はい、あと最後に、誕生日、はい、西暦から、はい、1995年、はい、10月7日ですね。はい、血液型もいいですか。 A型。はい、であとは、最後なんですけど誕生日、はい、4月16日です。はい、性別女性ですね。はい、はい、でこれで打ち込むとロードしてます。ちょっと待ってくださいね。はい、そうなんですよ。え、終わりですか。ちょっと待ってくださいね。今ダババってデータ読み取ってますんで。はい、結果出ましたけど、女性ですかね、思い浮かべてる人。はい、これで合ってるか分かんないですけど、今出た答え言いますね。名前ゆきさん。わー、正解。怖いけどすごい。思い浮かべてる人の名前うまくいけばですよ、よしゆきさん。ガチ出ました。思い浮かべてるの男性ですか。龍一さん。え、ゆとり、怖い。龍一さんで合ってますね。ね、思い浮かべてる人、龍一さんですよね。関係性はどんな関係なんですか。小学校の先生。あ、小学校の先生。それ出るのすごいですよね。そうなんですよ。あの、ちょっとした情報を入れるだけで、はい、出る。そうなんですよ。なんでですよね。なんでですか。はい、いや、でもね、これ本当は
これアプリじゃなくて携帯は誰も入ってない。え、こんなに怖いの？あれなんです。でね、このアプリ、本当はアプリじゃなくて、はい。何も入ってないんです。ただこれ本当はアプリで読み取ってるんじゃなくて携帯入ってないんです。ええ、はい、お姉さんの頭の中に、うち携帯持ってた、私も持ってた、はい、ですよね。携帯は持ってないんで、アプリじゃなくてお姉さんの頭の中に潜り込んでたんです。どうやって？はい、これがブレインダイブ。ブレインダイブすげー。いいけど、はい、やばー。そうなんです。はい、めっちゃ携帯に、私も持ってた。そういうアプリ？と思ったよな。はい、僕がお姉さんの頭の中に潜り込んで小学校の時の先生の名前を読み当てたんですけど、すごい怖い。鳥肌。え、なんでですか？はい、これがブレインダイブっていうマジックの、はい、すごい、すごい。ありがとうございます。お姉さんの頭の中に潜り込んで考えてることを当ててます。マジでやってる、はい、マジでやってる。はい、実際体験してもらわないとこの感じがちょっと分かってもらいにくいんで、よくね、動画打ち合わせしてんじゃないとか言われるんですけど、本当にご自身しか知らない名前です。え、知らなかったよな。はい、そうですよね。でも、あの、聞かれてパッて、とりあえず誰も知らなさそうな、こっちにも知らなさそうな友人を心理、心理の何か、心理系の何か。え、でも、それで分からへん。もう私の生年月日と身長と血液型しか言ってない。なんでですか？なんで？ユキユキって頭で思ってました。マジ、マジックなのかみたいな感じですよね。携帯でなんか調べていいかなって思った。そういうアプリ使って当てるんかなと思って、うん、なんなんやろう、そういう第六感。え、怖い。新しくに刺客が現れました。うん、まあ、せっかくなんで今日は僕の新ネタを。え、本当ですか？はい。マジっすか？チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。